縄文。かつて約1万年という長きにわたって続いたこの時代、人々の暮らしが大きく変化し、独自の文化が花開いた。縄文人たちの思い、そして縄文文化に触れる。この時代を生きた人々は何を願い、何を伝え、何に思いを馳せたのか。その謎を紐解くのはあなたかもしれない。いざ旅立とう、縄文の世界へ。山梨県北杜市八ヶ岳南麓に広がるこの地で、数千年前から輝く無数の星々。今から約5000年前、当時この場所では日本でも有数の縄文文化が栄えていました。その存在を物語るのは、今もなおその名残を残す遺跡と、そこに眠っていた当時の考古資料の数々。縄文時代中期の環状集落と道、そして水辺の作業場が揃って発見された梅の木遺跡。縄文時代交番期の大規模な祭りの場とともに、土偶などの祭りの道具が大量に発見された金星遺跡。縄文時代に花開いた華麗な土器文化、遺跡から出土したその歴史と当時を物語る貴重な考古資料の数々。はるか5000年前を生きた縄文人たち、その息吹を感じ今に伝える。縄文文化、その秘密を知る。5000年の歴史、時を超え、その営みを体験する旅。その時、あなたは数千年の記憶をたどり、遥か昔の自分と出会う。芸術文化の原点が、自然と共に生きる知恵がここにある。太古日本のロマンに触れ、遥か5000年前の芸術文化に触れる。果てしない縄文世界の扉を今開く。さあ、北杜市へ。歴史を物語る出土品をその目で。